私のプレイシングは海外で行うんですけど、でちょっと、まあ、その際に、ポイントをはじめに3つぐらいちょっとお伝えできればと思います。で、こう海外ってよく治療場面で皆さん取ると思うんですけど、海外で行う上での利点とかって、なんかどのようなところが思い浮かびますか？例えば、新人の方であったんで。大体その支持規定面の話であったりとか、まあ、確か安定してる姿勢っていうので、まあ、比較的介入しやすいっていう点もあるんですが、今回の介入では、まあ、そこも含めて、あとは左右対照的な立位姿勢が取れるっていうところをちょっと、まあ意識して介入していきたいと思っています。でやっぱ麻痺の方とかだと立位姿勢取ると結構非対称になったりとかで、まあ、一足の下肢に荷重がかからなかったりとかでうまく筋活動を起こせないんですけど、まあ、そういう方でもこう排外ということで左右対称的な姿勢をとって、でその上で一足からちゃんと感覚を入れてあげるってことで適切なというか、まあ、いい感覚が入って、でそれが筋活動につながって、例えばその歩行の時の足の、振り出しとか蹴り出しにつながったり、ADL で要はその靴をこう履く時のこの足をこう空間で操作するとか、でトイレでの立位バランスが向上するとかっていうところにこうつながってくるっていうところにつなげれるっていうところがまず一つ目です。で二つ目のポイントとしましては、この末梢から介入していくんですけど、その末梢からハンズオンで行う際にその股関節とか中枢までの筋連結がどうであるとか、あとはレンジ制限がある、どこの筋肉がこう詰まるとかっていうのがこう自分の手から分かるっていう評価ができるのと、あとはその末梢の操作に対して中枢がどう反応するかっていうコアコントロールの要素っていうのも評価できて、でその評価しながらこう治療ができるっていう、こうところでずっとこう評価と治療を繰り返し行えるっていうところもポイントとして押さえていきたいと思います。最後3つ目のポイントとして、どのような患者さんで日頃を使っていくかってところで、基本的に重度の麻痺とかどんな患者さんでも活用していけるんですが、中等度の麻痺とかの方にもすごい適用というか活用していきやすいと思いますので、辺もちょっと頭の中に入れておきながら、この3つのポイントを踏まえてちょっとやっていけたらと思います。はい、で、もう早速実技に入っていきます。はい、ここまでなんか大丈夫ですか？肺外で安定してるって言ってたけど、実はやっぱり安定はしてなくて、実際に患者さん見て、ね、リラックスしてちゃんと緩められるか、そうではないよね。やっぱ体幹って丸いから上はグラグラするし、骨盤は仙骨部でまっすぐになってるから褥瘡ができやすかったりもするんだけど、上がやっぱりグラグラしやすいから意外にこう不安定な姿勢で、足も丸いと、足も丸いから内外旋するし、すごい不安定な姿勢でもある。プラス覚醒が落ちやすいっていうこと、ただ治療の利点としては視覚的な代償を使わないように感覚を入力しやすいっていう利点もあったりとか、いろいろあるんで、必ずしも何て言うかな、安定してるっていうわけではない。最初一応立位ちょろっと見て特徴だけ掴んでおいたら、で介入した後にその立位がどんな風に変わったかって見た方が、ね、いいような気もするけど、ちょっとじゃあいいですか、だから簡単に特徴だけでいい。あ、わかりました。
ちょっと僕の方でじゃあ、見えた点でちょっと言っていきますね。あの下肢側部からちょっと見ていって、やっぱ左のあ左の方がちょっと若干あの外旋方向になっているのと、肩がこう、外側にねじれてるっていうのが左の方がねじれてるような印象を受けます。そのまま徐々に上がっていって、だいたいパテラも若干左の方がちょっと低い位置にありそうで、サルカードの収縮がちょっと受けられづらいのかなっていう印象で、でちょっとずっと行って骨盤とかまで行くと、あの左の方がちょっと骨盤が少し落ちてるような。なんか右なんかその妖怪部をバチッと止めてるようななんかバックですごい止めてる印象があるんですけど、そんな感じに見えますね。大丈夫ですか。でっていう風に見えて、で上の方はそうですね、なんかちょっと右に比べるとあの左の方がちょっとこう肩も落ちてて、でなんかこうその落ちてるのを右の頸部でちょっと軽く止めてるような感じが見て取れて、なんかなので、まあ、右がちょっと非埋縮想定で固定してて、左の方が全体的になんか弱いのかなっていうイメージがあります。なんか他のなんか意見があったらここでいただきたいんですが、大丈夫ですか、このまま進めて。はい。っていう特徴があるので、じゃあまあこれが介入後にどう変わるかっていうところで、はい。上げやすい方から。でも動きが入らないと。今右で立っていただいてるんですけど。まあ、ちょっとグラグラはしてるんですけど、でやっぱあのでも上げてる方の左下肢がやっぱこう内転していて、骨盤こう引けてっていう感じで、ちょっと骨盤体幹はちょっと不安定かなというふうに見えます。で下ろしていただいて、で逆はこっちもこっちでちょっとグラグラはするんですけど、あの右の骨盤はちょっとこう引き上げてるような感じがあるのと、やっぱ左で立つとちょっと両背部の固定が強いんですか。ちょっともう一回だけ右ですか。あ、反対。そこからつま先立ちして屈伸1、2、3、はい、逆、はい、つま先立ちして、はい、1、はい、2、はい、3で、アクティブな場面見てもいいよね。はい、パターンも大事だけど、いいです。あ、でも右の方があれですね、なんかちょっと行いづらそう。もういいと思うよ。感じが、うん、はい、すみません、ありがとうございます。まあ、その右のあのこの指示なのか、この左のちょっと上げてるこの骨盤のやっぱちょっとあの不安定性があるのかっていうところで、ちょっとまあどちらかなんですけど、さっきのいろいろ立位評価していった時に、まあ重心もやっぱ若干右に寄ってる感じがあって。今いいよ。今状態見てそれを外の方で評価したら治療すればいいんだよ。あ、わかりました。はい。で、ちょっと外になっていただいて。見えやすい位置に。ちょっと外の評価なんですけど、まあ、今回は、
歌詞を上げていって見るんですけど、実際は多分心理教育とかでもあったと思うんですけど、大概の時にこう支持面をこう触っていって、どこが浮いてるとか支持面がどこが広いかとかっていうのを見て、どっちの足から上げるかなとかってやったと思うんですけど、本来ちょっとそういうのも、やりながら評価をしていただいて、でちょっと今回時間の関係もあってこの歌詞を上げていくってところでちょっと見ていくんですけど、その際のちょっとポイントを3つお伝えします。で、上げるときにまず1つ目、末梢からなのか中枢で引き上げるのかっていう、どこから上げるのかっていう、まず1つ見ていただきたいのと、で2つ目が、歌詞の上げるときの軌跡がどうなっているか、まっすぐにちゃんと上がっているかとか、ちょっと外に流れるのかっていうところを見る。で、3つ目は、歌詞、空間でこう操作しているときに、不足部がどれだけ自由度があるかっていうところを見るのが3つ目。で、この3つをちょっと見ていきながら、ちょっとさっきの立位場面ともちょっと照らし合わせて評価できたらと思います。僕、ここに来るんで、すいません、見やすい位置にまた。じゃあまた、上げやすい方から、すいません、お願いします。ストレートに上がってたかなって感じがあって、ただやっぱちょっと中枢、腸腰筋とか、バック引き上げてる感じがあって、で下ろすときにちょっと骨盤がやっぱガクッとする感じが右側ありました。で左はちょっと右に比べるとちょっと、内転方向にで側部もちょっとダラーンとドロップしてて、で下ろしていく、下ろすときもダラーンとなって、重力コントロールがちょっと難しそうなイメージ。ちょっと側部の自由度を見るので、もう一回右足を上げていただいて、トップで。ここでちょっと側部を触っていただいて、どこまで追従してくれるかなと思います。左でストップ、同じようにこっちも見ていって、追従感とかそんなに見ると変わらないんですけど、TA が、結構左の方が強く反応してて、内反が左の方が強くいい反応が出ています。で、下ろします。やっぱ特徴的なのがこの下ろすときにすごいこう内転しながらバターンと下ろして、腹部がなんかすごい働いてないようなイメージが印象を受けます。なのでちょっと仮説として、さっきの立位でも右の方が右の方はやりづらかったんですけど、右下肢で返却立位しているときのこの左の骨盤とかのこの、コアコントロールがうまくいってないから右の方がやりづらかったのかもしれないっていうのと、でやっぱガイでも左足を上げているときにすごいコアコントロールが効いてなくてグラグラしているような反応に見えたので、左の介入、左下肢への介入をしていこうと考えます。で進めます。大丈夫ですか。はい。でちょっとそんなところで、初めにちょっとやっていただきたいのが、すいません。末梢の反応とかをこう中枢につなげるためにやっぱ側部の外反背屈が必要なんですけど、その外反背屈出すためにはやっぱ TA の長さってがしっかりあってからじゃないと出せないっていうのと、やっぱその歩行とかでも最後の蹴り出しでちゃんとこう背屈がきれいに入るっていう要素とかがないとうまく歩行もできなかったりもするんで、やっぱここの TA の長さはすごい
大事になるので、そこからちょっと長さを引き出していきます。で、自分の前腕で、TA の部分をちょっとこうすくい上げるというか、ちょっとこっちに落ちてこないようにここで止めといてあげて、で、自分の左手で、小指外転筋のあたりをこうぐーっと安定させてあげて、で、もう一本の手で、第一中足骨母趾をこうぐーっと下ろしていく。小指がスタビリティで母趾が モビリティとなってこう、動いていくように介入して、で、こう下ろしていくと TA の腱にすごい抵抗感をはじめ感じるんですけど、何度か繰り返していくと、この母趾が降りてくる幅がちょっとずつ出てくるので、ある程度ずっと伸びて、で、その追従感であったり抵抗感がなくなってくるのと、あとはこの TA の停止部のここのあたりがすごく硬いんですけど、まあ、その辺もちょっとずつ何度か繰り返すと緩んでくるので、で、ある程度この底屈の方向にきれいに TA が伸びて入ってきてくれたら、ちょっと次の段階でいけたらと思います。ちょっとすみません、ここに入るので、また。まだこれでも、さっきの TA の停止部とこの母趾外転筋、小趾外転筋のあたりの、エリアがすごい硬いんで、ここの側部をしっかり広く使えるように、母趾外転筋、小趾外転筋をこう開いていくように介入します。で、この末梢にしっかり感覚を入れてあげることで、後の毛様体脊髄とか体幹の働きにもつながるので、ここで末梢をこうしっかりやっておくっていうのはすごく、意味があると思うので、ここでしっかり動きを出して、ちょっと母趾側を止めて、で、小趾外転筋を外に開くようなイメージで、母趾外転筋、小趾外転筋の間に広さが出てくるというか、ちょっと開きが出てくるので、で、さっきの TA の停止部も先ほどよりは、柔らかくなってきたので、ちょっとここでいけそうであればプレーシングに持っていきたいんですが、で、ちょっとプレーシングこっち側から行います。で、一度、しっかり底屈をさっき出した TA の長さとかもうしっかり底屈きれいに出してあげて、そこからぐっと股関節に、で、ここでちょっとやっぱ強化でも見られてた内側内転方向にすごい入ってくるっていうのと、外転外旋筋がちょっと股関節も弱い感じするん で、ここでローテーション入れながら股関節の筋をちょっと反応を高めていければと思います。で、股関節コンプレッション入れながら、追従してくる範囲でちょっと、少しずつローテーション入れて、少しずつこの範囲を広げていくようなイメージで、で、これでちょっと一回
少し範囲が広がったので一回このまま、戻すんですけど、この重重力もしっかりとかかとが長くなって後面筋が長く使っていけながら下ろすっていう感じで、でこれを何度か繰り返してさっきよりは、ストレートに上がるんですが、まだなんかまだ内転筋にちょっと止めてくるような感じが、股関節を外転にちょっと外転方向にこう入れるとちょっとまだグラグラする感じが手から伝わってくるんで、もう少しそこが反応できればと。やっぱちょっとまだ腸腰筋とか腰背部とかですごいまだ止めてくるんで、そういう方に対してはちょっとこっちで自分のもう一方の手で腹部のコアをちょっと持ってあげて安定作ってあげて、あの方が股関節もすごい安定してる感じとすごい追従感も出てくるの でここでこの腹部にも、ちょっとメリハリをつけながら、この下ろしていってこの辺からまた入ってくるんで、そこでまた腹部の情報を強くしたりして、また戻して、またちょっと強くして、でゆっくりこの腸腰筋とかに固定が入らないようにゆっくり下ろしていけたらいいんですけど、ちょっとまだ先ほどよりは そう、イメージとしてね、まあ、それでいいんだけど、右側の彼女の右側の仙骨の方にウェイトがデウェイトされないと大腿骨をちょっとこう引き出すようにして骨頭ごと で彼女の右側のこのこっち側の仙骨に、そうそうそう、リウェイトされると体幹が働いてその股関節クッキングが過剰に働かなくて済むので、そう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 、そんな感じね。そしてあとはその左手で持ってる側肢とかそういうところは手でやるのと一緒で、少しこうディストラクションがきちっとかかって、末梢が選択的に自由に動くときに中枢のプレスができるんだよね。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。だからあんまり固定的に末梢を持たないよ、指を長く、そういいね、そんな感じ、そんな感じ。そして骨盤を置いといて足を遠くだね、そんな感じ、そんな感じで、手屈してヒールにセンスを入れて、そういいね。その時気をつけないとまたここのここがこうね、足の重さで向こうに行くと抜けちゃうので、丁寧にそこやらないと、まあ、力学的に単純にレバーもかかると骨盤向こうに転がるんで、こっちそっちにいてねっていう信号がずっとかかり続けないと。そういいぞいいぞいいよ、喋りながらやってくれる、ごめんね途中で足は軽くなってきた感じが、うん、そうだよね。もしこれがこの体幹が
話せそうだったらちょっと少しずつ肝臓をしていきたいんですけど、あ、まだやっぱちょっと話すと直近に入る感じがあるんで、あと一回初めほど腹部の、あの情報を入れなくても直筋が入りづらくなってきて、まだちょっと外せないかもなんですけど、腹部はでも初めほどこう牛というか、うん、情報を減らしても安定してきた感じがあってあります。評価ある程度このストレートで今トレース効いてて、いてくれてるので、で箸も結構軽く反応し始めてくれたんで、ちょっと再評価に移ってみようと思います。でまずちょっとじゃあこのまま肺外で初めの箸を、あの、まあ、右からでもいいかな、ちょっとどっちからでも上げていただいて、で初めよりストレートに上がって側部も、ちゃんとこう背屈で反応があります。で下ろしていただいて、ちょっとグラグラするんですけど、ゆっくりちょっとまだ下ろした瞬間に骨盤がグラッとはするんですけど、初めほどグラッともしてなくて、重力ものコントロールも少しできている感じ。このままもう一回左上げていただいて、側部の自由度、あ、だいぶ追従感もあって、はじめより背屈の角度も入ってきて、抵抗感もすごい少なくなって、で戻します。まだちょっとやっぱ内転に入ってくるんですけど、下ろすとき一応じゃあ立位のあれも、評価も起きていただいて、外旋してなくて、まあ、ストレートにこう近くなってきたかなっていうのと、あの初めてと硬いのねじれもちょっと改善されたように見えます。であとまだちょっとなんか骨盤周りはやっぱちょっとこうバックがまだ強い感じするんですけど、まあ、でも初めほどではないような感じが、ちょっとあの上の方はまだ頸部がちょっとこう右に行ったりとかは見れるんですけど、で、じゃあ返脚率もちょっと見ていくので、あ、またそうやりやすい方から、ここで、でそのままこうつま先立ちして屈伸を、こっちは初めにできやすかった、こんなに安かった方って感じで、はい、じゃあ逆立位でちょっと一回ストップで、まあ、まだちょっとやっぱ内転にも入ってくるんですけど、で、つま先立ちで、